霞ヶ池の北岸に配された兼六園を代表する景観です。琴地灯籠は足が二股になっていて、琴の糸を支える琴地に似ているのでその名がついたと言われています。この灯籠は水面を照らすための雪見灯籠が変化したもので、高さは2メートル67センチ、一脚は水中にあって高さ2メートル、陸にあるもう一方は80センチで、この不均衡さが美しいとされています。傍らのもみじの古木、曲水にかかる虹橋と一体となった優れた風景は兼六園を代表する景観となっています。